こんにちは、辰野の八木醤油です。今日は、赤穂市の刈谷町にやってきました。赤穂市刈谷町にある、主婦の店さんの赤穂店さんですね、本店さんにお邪魔させていただいております。こちらのドレッシングコーナーにおいて、玉ねぎ黒酢ドレッシングですね、淡路島玉ねぎ黒酢ドレッシングと柚子たっぷり和風醤油ドレッシングですね、2アイテムをドレッシングコーナーにおいてお取り扱いいただいております。ぜひ赤穂の皆さん、八木醤油のドレッシングをよろしくお願いいたします。